はい、おはようございます。篠原坊でございます。質疑の機会いただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたします。今日お手元にですね、資料お配りを今させていただいている最中かと存じますけれども、新聞記事でですね、根岸の、横浜市、神奈川県横浜市の基地が、返還をされるんじゃないか、共同使用協議があるんじゃないかという、新聞報道がありました。で、中身をですね、少しご紹介しますと、日米両政府が2004年に合意した米軍池子住宅地区、横浜市金沢区逗子市の横浜市域分37ヘクタールへの住宅建設の取りやめる方針を固めたことが5日分かったと。で、米軍根岸住宅、横浜市中南磯子区43ヘクタールは返還を前提として日米共同使用に向けた協議を開始をし、早ければ21年度の返還を目指す、ということが報道されました。で、これまでですね、この、米軍の基地というものは、横浜市は、ね、第二次世界大戦後にですね、進駐した連合国軍によって市の中心部や港湾施設などが広範囲にわたり接収をされ、横浜の再建復興は著しく遅れることになりました。それ以来、横浜市ではですね、市民共通の念願として市政の重要課題として市内の米軍施設の返還に向けた取り組みを進めてまいりました。その結果ですね、今日まで多くの返還が実現をしています。この平成16年10月にはですね、市内米軍施設の7割を超える面積の返還と、池子住宅地における米軍住宅の建設の方針が日米合同委員会において合意をされました。で、その後、十数年が経過していますけれども、今ですね、370ヘクタールを超える米軍地が返還をされています。で、こういったことがある中でですね、まず、基地の問題について少しお話をさせていただきたいと思っています。米軍の基地はですね、返還後跡地利用が、どういうふうにするかというのがですね、お手元にお配りをさせていただきました資料のですね、2枚目以降に、これを書かせていただいているんですけれども、返還財産の処分条件にはですね、例えば墓地としての利用があれば譲渡または無償貸与というのが書いています。そして3ページ目ですね、資料の3ページ目のところですけれども、で、用途によってですね、無償貸付であったり、処分に対する面積のですね、3分の2分はお金払ってくださいとかですね、時価から5割による減額、した対価による売り払いとかですね、いろいろと決まってます。それはすごく細かいので、委員の皆様には表で配らせていただいております。で、利用区分に応じて減免措置が講じられているんですけれども、沖縄県にはですね、特措法があって、返還後も土地が使用できるようになるまでは、地権者への、賃借、料がですね、支払われるなどの措置が取られていますけれども、他の自治体にはこれ存在していません。で、しかしながらですね、地方自治体にとっては跡地利用が大変な財政負担になっています。当然皆さんですね、基地返してくださいと、これはもう日本の我々のものですからと、接収されていたものであって帰ってくるのはもう全面返還当たり前だという話ですので、ただそれは帰ってくるとですね、地方自治体にとってみれば財政負担を伴うということもなってくるわけでございます。ですので、その特にですね、他のところもそうかもしれませんが、逗子はですね、山本先生いらっしゃいますけれども、我々の場所はですね、非常に地価も、日本の中でも高い地域であります。ですのでですね、その小芝や深谷もそうだと思いますし、結構そうだと思うんですけれども、これが返ってくるとですね、財政負担が多くなりますので、地元の自治体からはですね、これは返還の処分条件についてさらなる措置を図ってほしいというふうにも言われております。で、これは本当に他の自治体もですね、何もその神奈川県だけじゃなくて共通の課題でありますので、この財源に余裕のない自治体に対してですね、財政負担を減らす努力というものについてどう積極的に取り組まれていくのかということについてまずお伺いいたします。岩井防衛大臣。防衛省においてはですね、米軍基地が返還された場合は、建物の撤去等の原状回復作業を実施した上で、国有地にあっては財務省へ財産を引き継ぐと、それから民公有地にあっては土地所有者への引き渡しを行うとこととしております。
で、返還後の跡地利用につきましては、地元自治体が具体的な利用計画を策定し、関係機関との間で必要な調整が、行われるものと承知をしておりまして、防衛省としては関係各機関と連携し、必要な協力を行ってまいりたいというふうに思っております。篠原君、例えばですね、横浜市内で返還合意された施設の中でですね、今自治体が、どういうような基本計画を作ってというようなことでお話をなさいましたけれども、実際にどういうことが起きているかというとですね、旧小芝所有施設、ここは特例を設けていただいて、で、実はですね、無償で、貸していただいてます。ただその条件はですね、タンクとかオイル施設でしたので、そこのタンクの撤去も含めて、で土壌も含めてですね、そちらの横浜市側で責任を持つんであればということで特例を認めているんです。でそれでいくらかかるかというとですね、ここ100億円かかります。今計画上ですね。で今度帰ってきたこの今すいませんお配りはしてないですが、深谷通信跡地の、これ利用基本計画というのがございます。でこれがいくらかかるかというとですね、これが400億円。これよ市民の皆さんのですね、返してくださいと言っても基本計画作ってどのぐらいの税金が出るかといったらその400億円出てくるわけです。ですので大変大きな額でありましてですね、ですので特例というのが実はそのお配りした資料のですね、この2枚目のところに4丸をさせていただいています。これは横浜市の資料から転載をさせていただいていますけれども、この特別の事情があるため本通達に定めるところと異なる処理とすることが適当であると認められる場合には、理財局長の承認を得た上でですね、当該処理をすることができるというふうになってますので、実際にですね、これからいろいろ返ってくるところもあると思うんですけれども、そういったことをですね、積極的にしっかりと考えてやっていくのかどうかということを確認させていただきたいと思います。防衛省中村地方協力局長。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、長年望んでいた土地が返ってきました。なかなか跡地利用が進まないという現状がいろいろなところで発生しているということは承知をしているところでございます。防衛省といたしましては、先ほど大臣からもご答弁を申し上げましたとおり、関係機関との間で必要な調整ができるだけうまくいくよう、返還前からさまざまな情報提供などを行うことによりまして、できるだけ跡地の利用が円滑にかつ効果的に進むよう努めてまいりたいというように考えているところでございます。篠原君。はい、ぜひですね、しっかりとご対応いただければと思いますのでよろしくお願いします。で次にですね、その米軍関連の、災害訓練、ごめんなさい、米軍施設でですね、横浜市でまだ返還の、基本方針、返還方針が決まってない場所が2箇所あります。それはですね、鶴見の、所有施設、そして、水戸ふ頭、横浜ノースドックというところなんですが、この2箇所についてはですね、例えば横浜のノース、これは両方とも今米軍が使っている施設です。現在使っています。鶴見の所有施設はですね、ここに油を持ってきて、でその油をですね、横田に持っていく、でしたかね。それで、水穂ふ頭はですね、海軍の、郵便のですね、集配所になっている。そして、ノースドックはですね、まさにそのオスプレイを、陸揚げをですね、したり、いろんな部隊展開をするときの、入港する、そういったふ頭になっているんです。でオスプレイの陸揚げや、訓練の施設についてですね、横浜市の地元からはですね、前に、新聞報道で、ランドマークタワーというですね、みなとみらいの、高いビルがあるんですけれども、そこのところですね、みなとみらいのところオスプレイがこう飛んでいくという写真が大きく報道されたことがありましたけれども、そういったことについてですね、横浜市、市の情報提供がやっぱり直前に国からなるということが多いというような問題があるというふうに聞いてます。で大きな訓練や、災害対策の際にもですね、実施する際には、おそらく、お伝えいただいていることが多いかもしれないんですが、日常の細かいところがですね、なかなか連絡をいただけないので、その市民の皆さんからですね、やっぱり説明をするときに聞かれたときにすごく困るんだという話をしています。
ですので、その市民のですね、皆様の安心安全を守るという観点からですね、まずその情報提供の判断基準というのをですね、明確にして、なっているのかどうかということが一つ、そして、事態が判明した時点で速やかに、やっぱりきめ細かくですね、情報提供をしてみてはいかがかと思うんですが、その点についてどう考えか、教えていただければと思います。中村局長。お答え申し上げます。今先生から、すみません、今委員から具体的な基準いかんという ご質問がございました。具体的な基準と申しますと、我々できるだけ、多くの情報を米側から得て、それを速やかに、自治体なり住民の皆様にお伝えをしていくというのが基本的な方針でございます。当然アメリカ側としましても、運用上の問題などからすべての情報が開示されるというものではないかと承知はしてございますが、我々としては住民の方々の安心安全という観点からもできるだけの情報を求め、それを迅速に今後とも伝えてまいりたいと考えているところでございます。篠原君。皆さんがその米軍からですね、情報が来ていないものについてはですね、やはりその情報をくださいと、なるべくくださいというふうにやっぱ要求をしていただきたいと思います。市民の皆さんの安全安心でありますから。で、知っている情報についてはですね、しっかりとその漏れることなくですね、お伝えいただくのがよろしいんじゃないかと思いますが、もう一度そこのところを確認させていただいてもよろしいでしょうか。中村局長。お答え申し上げます。私どもやはり、住民の皆様が安心安全に、生活をしていただけるというのは、米軍基地の周辺の方々にとって非常に重要なことであるというように認識をしております。我々としてはできるだけ多くの情報を米側に求め、それを迅速に、お伝えをしていくということで、今後とも対応してまいりたいと考えているところでございます。篠原君。はい、しっかりとですね、やっていただければと思います。で、今日はですね、外務大臣にも来ていただいてますので、この横浜にはですね、今使っているですね、申し上げました鶴見町施設と、横浜ノースドック水戸ふ頭というところがありまして、ここは国がですね、まだ平成16年に返還合意をされている、区域施設ではありません。で、これはですね、横浜市としては、これは日本のどこの基地の土地もそうなんですが、やはりこれは全面無償返還をしていただかなければいけないんだというふうにですね、考えていますし、横浜市自体もそういうふうに国に対して求めてきているという、もう何十年もですね、経緯があります。で、そこについてですね、どういうような交渉をされているのか、返還についてしっかりと求めて、いただいているのかどうかということも含めてですね、教えていただければと思います。河野外務大臣。施設区域の返還につきましては、日米地位協定第2条で、これは絶えず検討するということになっております。自治体の要望、それから米軍のニーズ、運用状況、こうしたものを表せてですね、普段に検討してまいりたいと思います。篠原君。ここはですね、しっかりと返還を求めていかなければですね、いけないんだろうと思いますので、検討していくんではなくてですね、しっかり求めていくということだと思いますので、ぜひそこのところをお願いしたいんですが、それを求めていただくって可能ですか。河野外務大臣。自治体のニーズ、あるいは米軍の運用状況、ニーズ、そうしたことを考え合わせて、検討してまいりたいと思います。篠原君。せっかくですね、横浜市は、かなりのところを戻していただいて、横浜市というのはもう中心地がですね、本当に米軍に接収されているところが多くて、中区とかですね、ですので非常に最初大変だった地域でもありますので、その地域の皆さんがですね、やっぱりあとそこすごくいい場所なんですよ。その港未来のですね、そこからこう見てもですね、横浜港の一番真ん中のところに埠頭があって、そこは非常に重要な、ね、土地というふうに、なっていて、そこが戻ってくればいろんなことが使えるということがありますので、これ求めて、私も引き続き求めていきたいと思いますので、これは外務大臣におかれましてもですね、しっかりと、これは我が国の主権でありますから、求めていただきたいということを申し上げています。ありがとうございます。
次にですね、基地の話はこのぐらいにしましてですね、イージス・アショアのことについて私も少し、今日寺田、委員からも話がありましたので伺いたいと思います。イージス・アショアはですね、この取得経費のない内訳がどうなっているんですかというのがですね、これどん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 変わってくるというふうに見えるということになってまして、でここについてですね、毎回報道の金額がやればやるほどに上がっていくという状態でありますので、しっかりここのところでお伺いしたいと思うんですけれども、この、イージス・アショアは米国製のですね、高価な装備品です。でこれを計上すると言っていて、さっきですね、FMS、フォーリンミリタリーセールスの契約をいつにされるかという話を、寺田委員からあったときにはですね、これは、まだ察してないと、でこれは今後検討していくという話でしたが、寺田委員からは自治体のですね、地元の方々の首相の同意を得てからやってくださいという主張でした。で私はですね、この中身について、少しお伺いしたいんですけれども、このイージス・アショアというのはですね、一体この予算計上というのは どういうふうに行われているんだろうということであります。ご存知のようにですね、イージス・アショア関連の、この予算計上は今回が初めてはありません。補正予算でですね、すでに、関連の経費が、乗っかったということがありました。これは財政法上それでいいのかという問題もあります。特にですね、必要かどうかというのは、いや、頭なくの、よっぽど必要じゃないとですね、やっちゃいけないことになっているというふうになってますんで、それが、ね、ポーンと乗っかったということになります。で、この、中でもですね、関連取得経費に、今、2352億円という、この非常に大きな額のですね、予算が計上されている。で、2機、本体をですね、取得をするというふうに聞いてますし、30年間の、維持運用費などを加えると総額4664億円にも上るというふうにも言われております。ですので、これの2352億円とですね、4664億円には何が含まれて何が含まれてないのかということを、教えていただければと思います。岩屋大臣。イージス・アショアの予算についてのですね、お尋ねでございます。平成31年度概算要求後の、新しいレーダーですね、 LMSSR を搭載したイージス・アショア1機あたりの取得経費は、約1237億円、でございまして、2機で、約2474億円となります。でこれ以外の経費を含むライフサイクルコストは配備地が確定しない中において正確に見積もることは困難でございまして、今後算定の上にですね、しかるべき時期に公表したいというふうに考えております。でこの前提の上で現時点で判明している経費について申し上げますと、レーダーの選定の際に米国政府等からの提案を受けている経費については、教育訓練にかかる経費約31億円がございます。で30年にわたる維持運用に必要な経費約1954億円ということになります。なおこの経費にはいわゆる VLS といわれる垂直発射装置や燃料費、電気代、設置に必要な施設整備費等は含まれておりません。で、上記費用を単純計算で合算すると4459億円となりますが、しかし今後防衛省としてはあらゆる段階で価格の精査に努め、その費用の低減を図ってまいりたいと、努力をしてまいりたいというふうに思っております。篠原君。ちなみにですね、この30年の金額を出すときには人員のことも今入っていると思うんですけど、これ大体どのぐらいの人員でこれを運用するというふうに今なっているのかということも教えていただければと思います。岩大臣。陸上自衛隊がイージス・アショアを運用する場合の部隊の規模や配置のあり方に関してはまだ確定しているわけではありませんが、ルーマニアの例を参考にしつつ今省内で
検討を進めているところでございます。まあ、現時点ではですね、あえて申し上げれば運用や警備の要員を含め1箇所あたり約200名程度は配置する必要があるのではないかというふうに考えております。篠原君。防衛省がですね、見込んでいるその当初の数が確か100だか200だったと思いますので、そこから変わってないという理解でよろしいということですか。よろしいですね。はい、報道ではですね、1機あたり600人とかですね、とかですね、2機で1200名だとかいうふうになってますんで、これね、いろいろとボンボン数字が出てきて、で、毎回変わっていくと、で、これは総事業費でですね、やっぱり見せていかない、この今までのやり方がですね、これはその公開経営制度の問題もあるんだと思いますし、FMS の問題も絡んでくるんだと思いますけれども、やっぱりそういうことでですね、ちゃんとした全体が見えないとですね、今防衛費が、例えばその、1%、そうです、GDP 比 1% で今までやっていくということで言われてきた中でですね、最近はそうじゃなくなっていると。で、本予算見ればですね、大体その範囲に入っているって言ってるんですが、補正予算を組んでですね、どんどん足していっているという状況にありますので、本当にその、どれぐらいのお金がかかってくるかというのが見えないところがあるので、そこはしっかりと見ていただかなければいけないというふうに思っています。で、これ国民の皆さんもですね、やっぱりそこのところを知りたいところだと思いますので、別に、隠せなくていいものまでですね、隠してなっていくと、これ何なんだって話にもなってきますので、そこのところはしっかりと出していただきたいと思っています。で、今そのイージスアショアの金額を一つ聞きましたけれども、時間がないんでですね、端的にお伺いしますが、どんどん金額が最初800億円と言われたものがですね、上がってきて今4000何百億円になっていると。で、1機当たり今、2000何百億円となるとですね、これ本当にイージスアショアが、いいのかどうかということがですね、問われてくるんだろうと思います。寺田委員がおっしゃってたようにですね、地元の自治体も反対をしている、委員長の山口県のですね、自治体の方もですね、今反対だというところを、おっしゃっていることも、報道はされています。で、そういった中でイージス艦をですね、買った方が実は効率的なんじゃないかと、同じ株でやるんだったらですね、というのはイージスアショアがあればそこは基地になりますから、基地になると例えばその、先ほど寺田委員が言ってたようなですね、どこに置くのかといって、で、報道ではですね、レーダーは電波障害を起こしますので、田舎にですね、置くと。で、そこのところに秋田に基地があって、で、そこで中に入れようかと思ったけど、掃除が狭くてできないからというような話もですね、報道でされてますけれども、そういったいろいろ無理を重ねて、金額も上がっていくということであればですね、それ、イージス艦であれば、はるか前方でですね、これは、展開することができますし、金額的にもほとんど変わらなくなってきているんじゃないかということがありますので、本当にどっちが、いいのかということはやっぱ考えていただかなきゃいけないと思っています。で、このことについてですね、もうここまで来て金額も一緒になってきて、いろいろ問題が起きているという中でですね、そういったことをもう一回しっかりと検討しなければいけないと思うんですが、いかがでしょうか。岩井防衛大臣。委員ご指摘のようにですね、ミサイル防衛体制を充実強化するためにどういう手段、装備が適切かということは、防衛省内でもですね、しっかり検討をさせて、いただいた結果ですね、イージス・アショアを導入することが適切だろうと判断をしたところでございます。で、先ほども申し上げましたように、イージス・アショアは1機当たり1237億円と見積もっておりますが、一方ですね、米国が導入予定の新型レーダーを搭載したイージス艦はですね、1隻当たりの建造費用が約2000億円近くになります。それからイージスアショアの先ほども申し上げました30年間の運用コストは4459億円ですけれども、その現在取得中の海事のイージス艦のライフサイクルコストは2隻、40年間の運用で約8328億円を要するというふうに見積もっております。で、しかも船の場合はですね、
ご承知のようにその、まあ、常時すべての船がですね、その活動をできるわけではなくてですね、修理も行わなければなりません。要員も休ませなければなりません。どうしても隙ができてきてしまうと、まあ、その点そのイージスアショアを導入すれば、まあコストの面でもですね、イージス艦に比べてですね、その適切であるというだけではなくて、まあ24時間、365日体制のミサイル防衛体制が確立できるということで、今回そういう判断に至ったというふうにご理解をいただきたいと思います。篠原君。はい、まあ、時間がないので、最後コメントさせてちょっと捨てて終わらせていただきたいと思いますけれども、6月からですね、北朝鮮の、まあ、アメリカとのですね、やり取りの中で、常時監視は、これは今やめているというふうに考えています。ですので、その状況によってですね、別に海上常時監視でもなくなっている状況でありますし、で、まあ、そうですね、やっぱ本土にですね、基地を置くということにおいてですね、それはもう何かあったときには、それは攻撃対象になりますから、その部分のですね、コストも含めて考えたときに果たしてどういうふうなことが本当に適切かということはあると思っています。まあ、今日は時間がないのでこの議論は引き続きまたやらせていただいておりますので、どうぞよろしくお願いします。次に前原誠二君。委員長。前原君。前原でございます。まずはこの質問の機会をいただきました